はい、レオンチャンネルです。僕は今とてつもなくお腹が空いてますということで、今回紹介するのはこちら、列車戦隊特急ジャーチョコクランチと仮面ライダーガイムクッキーです。はい、これは前にレビューしたテレ朝ショップ限定のピカピカ列車を買った時に一緒に買いました。確か定価は5、600円でしたね。レッド列車の形になってて、後ろにはテレビ朝日、これは紙の箱で、ガイムは缶ですね。このようにいろんなライダーが乗ってます。一番上にもガイム。では開けていきましょう。まずはチョコクランチ、撮影が立て込んでてご飯を食べれてないんですよね。なんで猛烈にお腹が減ってます。開けると中は、あれ、特急ジャー缶ゼロです。袋は結構大きくて、パッケージにはチョコレートクランチで、これが10個入ってますね。その他に特急ジャーシールとかそういうおまけもありません。どんなものなんでしょうか。あー、なるほどね。超スタンダードなチョコクランチです。上側と下側。ではいただきます。うん、でかい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 、うまい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 。ただ思ったよりチョコはさっぱりめで、クランチの方が強いです。どれを開けても味は同じですね。では次はガイムクッキーです。ここからよ剥がして、ちゃんとオレンジ味とかフルーツになってるんでしょうか。開けます。パカ。そうすると中には、わ、ぎゅうぎゅうよ、お、中には12枚のクッキーが入ってます。ただ以前レビューした妖怪ウォッチクッキーみたいにキャラクターは書いてないですね。味も一種類のみっぽいです。では食べましょう。これでもちょっとオレンジっぽい要素があるんですよ。味どうなんでしょうか。はい、近づいてみるとこんな感じ。塗装も造形も綺麗ですね。裏側はこうなってます。ではいただきます。うんうん、これは結構オレンジ。うん、これ僕好きですよ。うんうん、あーうまい。あ、これ美味しいな。でも普通のクッキーより明らかに癖があって結構オレンジです。オレンジピールっぽい風味は男子より女子の方が好きかもしれないですね。いや、これ美味しい。うん、本当にオレンジですよ。これはちょっとバナナ味とかブドウメロンも入れてほしかったですね。うん、間違いなく美味しい。はい、ということでテレ朝ショップの特急ジャーチョコクランチとガイムクッキーを紹介しました。特急ジャーの方はパッケージ以外はほぼ特急ジャーと関係なくって普通の美味しいチョコクランチでした。ただ列車の箱は可愛いですし、取っ手がついてるのもいいですね。ガイムの方は缶のデザインがすでにかっこいいんですけど、オレンジクッキーになっててちゃんとガイムっぽさがありましたね。以上、テレ朝ショップ特急ジャーチョコクランチとガイムクッキーの紹介でした。